さあ、やっていきましょうか。バイオハザード RE4。ということで、今回はね、背中にドクロをつけたチンピラ風でお届けしてまいりまいと、あぶね。ありがとう。卵卵白。タンパク質の、スコアが一番高いでやんす。お邪魔します。お姉さん、私と一緒に踊りませんか。ということで、前回から始まったハードコア、ほぼナイフでクリアしようぜの回なんですけれども、まあ、早速ね、多分、一発目の敵を倒すのに、ナイフじゃねえや、手榴弾をボーンと投げたんで、おそらくね、ナイフ&ハンドガンオンリークリアっていうのはもう無理なんじゃないかなっていう、そんな気がしてるっていうところですね。さあ、おじいさん、私と一緒に踊りませんか。ナイフをポン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 してるね。これ一体何をしようとしてるのかね。ね、全然気づいてくれないね。おーら、お兄さん、フルスクワット、おじいさんだった。おー、やばい。バレた。いや、おじいさんごめんね、おじいさんごめんね。いやー、全然気づいてくれなかったっすね。はい。なんか悲しいからちょっとね、後ろで全力のフルスクワットしてたら、全然気づいてくれなかったっていうね。まあそういうこともあったりするよね。まあということでね、気持ちよさそうに寝てらっしゃる二人とも、いいね。やっぱなんかね、もうね、プールの季節終わっちゃいましたけど、まあなんだろう、二人してね、水にドボドボ濡れながらっていうのは、やっぱたまらない畜生ってところですよ。あ、カップル再び。キャッキャイチャイチャ。なるほどね、今、お互いがバックをしてるってところですね。ちょっと失礼。柱越しにチュイーンということで。まあ、前回ね、ハードコア、ね、なんか中途半端な難易度でやらないで、普通に、プロフェッショナルでクリアしろよっていうことがあったんですけど、まあ、前回見ていただいた通りでね、僕ね、早速、チェーンソーに切り刻まれて終わったっていうところだったんですけど、まあ、チェーンソーで切り刻まれたっていうことはね、もうね、セーブポイントからやり直すっていうところになっちゃうから、そうなると、もう本当にね、一番最初からやり直すことになるんだよね、ハードコアじゃプロフェッショナルの場合ね。で、プロフェッショナルを、で、なんかセーブポイントからやり直さなきゃいけないっていう、そういうちょっと鬼畜仕様になってるから、まあ僕がそれやると本当にグダグダで、もういつになったら終われるんですか、ははみたいな状態になっちゃうから、もうそうなるくらいだったらね、もうちょっと難易度下げてハードコアでクリアさせてくださいっていう、そういう、まあちょっと本当に、すいません、勝手なプレイヤーの下手すぎるがゆえの、そういう事情でやらせていただいておりますんで、まあ皆さんそこら辺はご了承くださいということで。まあとはいえさ、ハードコアやってていきなりさ、もうなんかね、チェンちゃんにね、後ろから切り刻まれて、うら、これがハードコア&ナイフクリアの洗礼ですって、ヒャッヒャーってやられちゃってっから、もうそんなことをね、考えてたらさ、もう所詮俺なんてって思ったりするわけですわ。はい。ということで、おばあちゃんが、なんかおばあちゃんがなんか怒ってらっしゃるね。でん、でん、でん。ペッ、うら、開かないんだったらこっちから開けてってやるよ。うら。はい、おばあちゃん。はい。むにゅむにゅ、僕、むにゅむにゅしないね。あ、ちなみになんかあれ BGM おかしくないって思ってる方いるかと思うんですけど、BGM ね、変えました。はい。BGM を、なんだっけ。バイオ4の、BGM に変更。マジか。お、もう入ってくるんだ。ちょっと待って、そんなこと聞いてない。ちょっと待って。おい、牛男。前世はきっと牛だった。はい、ぐるっと回って。はい、ちょっと待って、ちょ。はい、飛び降りておいで。もうチキンプレイしてやろう、チキンプレイ。おら。牛相手にチキンっていうね。ビーフオアポーク。あれ、チキンは？ちょ、アホなこと、カッチカッチやぞ。やべ、くるっと、ほいっと、危ない。で、ちょっと待って。嘘、ゴムもう出てくんの？そんなの聞いてないっすよ。もう喜んで。てか、落ちてくんないんだね、普通に。落ちてくんないんだったらもう、てかなんかめっちゃ下から覗かれてる。はい。カッチ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 。ふぅー、降ります。ティンゴン、なんかちょっとパソコンが、PC がカッチカッチやぞ、まるで男の、なんか顔面から落ちてる。顔面落ち。ねえ、男が朝起きた時みたいにカチカチなってるけど、何だとは言わないですけど、こいつあれだね、おしゃれな。あ、でもあれ髪の毛じゃなくて紐なのかな、言ってるって。あ、おじさんがいる。ちょっと待って、おちょ、また顔面から落ちてる。落ち方が下手くそか、お前。追加来てる。ほっ。じゃあそろそろこっち行くべ。おいで。おー、カキン、キック。はい、お兄さん、こちら、手のなる方へ、くる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 。
来る来るね、来る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 、あ、来た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 、ちょっとこれは予想外、予想外です。予想外です。懐かしい。あ、やっちまった、やっちまった。来る。おいで。来るね。やっちまった。もう、そんなマジかよっていうね。やばい。それは聞いてない。やばいよハザード。ぬ。さすがこれが、ハードコアの洗礼。いや、違うな。勝手に自爆ザマオツっていう。ザマオツ？普通オツザマーだよな。ほら来た。ふい。オッケー！よし。プルンプルンしてる。プルンプルンしてるところ。あれ、ベルベットブルー？大したことないね。ふい。あ、どれ？あー、ダメです。おやすみなさい。はい。起きるの禁止です。え、ちぎれて。あ、てかめっちゃいる。あ、まだいた。あ、おいで。あ、そんな指さしてないで。おー、課金！あれ？あ、課金しなかった。うるるるるる。ほら、おいで。おじいさん、そんなところから、ふん投げてないで。ほら、こっちにおいで。こっち。え、もしかして、登ってこない？課金！あれ？あ、上の方。あー、ボールですね。はい。あ、今の素振り判定にはならないですよ。残念でしたね。来る？全然来る気ない。あ、来た。ほれ。あー、落ちたー。痛いよね。背中から落ち上がってー。マジであれだね、音楽がもうバイオ4のあの敵が出てくる時のジュンジュクジュンジュクジュンジュクジュン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 
よし。じゃあ、あっちに歯車はめはこんな敵いない？なんか、あれ？ 2 体だけだったっけ？敵出てくるのって。あ、後ろ。あ、ちょっと、普通にいるわー。おやすみなさいませー。なんか、うりゃー、びっくりしたー、後ろいるで、ちょ、めっちゃ血ついとる。鬼さん、こちら、鬼ごっこしましょう。あっかんべー。おお、そん、わあ、お前、牛がそんなことしたら、お前、牛が怒るべ。やった、卵ゲット。びっくりしたー。あいつ、ちょっとうまいじゃん。うまいじゃん、安いじゃん。手のなるホール、ホール。イェーイ、イェーイ、イェルリティエンヌ、うらうら。ちょ、お前、命の恩人切り刻んじゃん。ダメでしょ。こっちやるの。やばい、豚怒んない？ごめんね。ほんとごめんね。大丈夫？なで。尻尾シコシコしてあげる。はい。ごめんね、本当に。いて、あ、それは怒るよ。ごめん。本当にごめん。めっちゃ怒られてるわ。痛い。てか、普通に、シンプルにびっくりした、今。ああ。もうなんか、信号じゃねえや。心臓バックバックのドッキドキの。ドッキドッキ、ムンネムンネの。こっち、よし、オッケー、ガチャポン。よし。あー、なんとかまだ、ね、チキンプレイのおかげで。これあれだね。チェーンソー野郎が出てきたらどうする？あ、違うんだよ。こっちじゃないんだよ。俺が行こうとしてたのはこっちじゃないんですよ。こっちないんで、ギュイーン。ててうん。さあ、一気にチンピラ風になったレオンちゃんなんですけど、こっちは特に何もなかったよね。よし、じゃあ降ります。これちなみにナイフ届く？無理か。あ、届いたわ。ハンドガンの節約。待って、ハンドガン作れんのかな。違う、クラフトで、あ、作れんね。そうん？あ、いっぱい作れるわ。あ、もう作れないわ。いっぱいじゃなかった。全然いっぱいじゃなかったわ。そう、やっぱりね、ボス戦に関しては、ハンドガン使ってもいいかなと思って。まあ、中ボスは別ね。うん。あと、あいつどうしよっかなと思って、ベルベットブルーじゃなくて、なんだっけ。なんで宝石の名前を申し上げたんだ。誰だっけ。右腕。そう。サラザールの取れた右腕。うん、取れた右腕やろう。あいつ、ハンドガンとナイフだけじゃ、もう、しばけないだろうなって思って。ちょ、待って。こっち。そう。これがね、しれっとね、
廃工場に向かうところのあれに近いんだよね。これちなみに、細かいことだけど、ナイフで切るのと、この子だっけ、見落としがち。ナイフで切るのと、F で蹴り落とす、蹴り倒すのと、どっちの方が早いんだろうね。オッケー。じゃあ、おくびプルプル。おくびプルプル。あれ、長押しか。間違えた、間違えた。ぐる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 。でん。オッケー。じゃあ、こっち進んでいきましょう。さあ、こっからなんだよな。こっからかな。おとじゃさんの言葉を借りると、ダイナマイテッジゼロ。なんだよね。ドゥン。あ、そっか。あのおじさんがやってくるじゃん。まあ、上からマリコじゃなくて、下からバー、下からバーを。あ、ちょ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 、上つえー、ババー。そんな張り切っちゃダメよ。え、ちょ待って。え、なになに、あ、上からか。カキーン。格闘技はこっちのお任せい。へっへー。いて。あれで、こっちから、あれこっちから G。あ、来た。こっちから G! あ、ててあ、やばい。あれ、ちょ、やばい。お互い戦闘下手か。ふう。オーケー。切り刻まりそう。で、あいつらは臆病者で、下から、じゃない、上からマリコ全然してくんないから、一旦無視です。あー、無駄な体力削られてんなあ。あー、豚にぶっ飛ばされたり、自らセンサーに引っかかって、チュドンってなったり、いやー、ほんとにもうやらかしたわー。よし。じゃあ、こっからはもうね、もうミスなくね、華麗なるプレイをしておこう。ただ、ちょっと体力に心配があるので、これをだけ一個食べとこう。美味しい、タンパク質。まあ、脂質も結構あるんだよね。ということで、早速ですが、バーバーをやりましょう。バーバー。あー、ちょっと待って、なに、そうだ、忘れてた。あー、引っかかった、普通に。痛い。やばい。外から、ダイナマイト。おばあちゃん、そんな積極的に逃げなくてもさ、あなたと海岸でキャッキャウフフ捕まえてごらんなんてやる気ないからこっちは。よいしょー。ちょ、やばいよ、痛いよね、そうなるよね、痛い。ゲホ、ちょっと待って。これ食べて、オッケー。ふっ、あ、痛い。ガッキーン、甘いわ。ふっ、ティー、オッケーで、うにゅうにする、うにゅうにしないよ。うぃー、ほれ。壁越し。あれ、あ、自爆した、あ、お疲れさん。あ、お疲れ。あ、やばい。俺の嫌いな、うにゅうにが始まりやった。ふっ。うわー、させるかー。おー、休みなさーい。そう、こうなった時に、あなたを突き動かすものは一体何なんですか。とんでもないやる気だよね。うぃー。オッケー、穴が溶けてった。あー、やばいね、まだまだ音楽が、てか懐かしい音楽だな、この音楽が。あ、ちょ、ん、タリバエッソ。そうなんだよね、上からバーがダイナマイトをね、仕掛けてくるからね。こっち逃げといて。いや、ちょ、あー、ちょ、引っかかんのかい。あ、危ねえ、これ避けるついでに、もうちょっとで俺自分でやるとこだったわ。ただこっちに敵来てくんないかな。来ない?来る?来ない?いないな。じゃあいいや。解除しよう。よし。いや。思いっきり引っかかってるような気がしたけど。まあ、そんなことも気のせいで、走る!いけ。よし。あ、ジジイ。おやすみなさーい!さあ、タイムカード切ってあげたよ。じゃあ、登りましょう。ドゥン。後ろで。あ、引っかかってやんの、バーカ。ざまあ見さらせ。あ、そんな、いきなり、そんな、パンチラ見せられてもさ、ちょっと、痛い。やばい。ちょっと、手に持ってる爆竹を離しなさい。え、これ、火ついてる?危ない?あ、違うわ。下だったわ。なんか、急に銃って言ったから、あんなダメージ食らいながらでも、火!危ない。火!おりゃー!ちょ、おじいさん。積極的すぎるわ。ごちそうさまです。食べよう。どうしようかなぁ。まあ、卵でいっか。あ、卵意外と回復力がない。え、これって、難易度によって回復力が下がるとかそういうのある?食らうダメージが上がるのは、あれだけど、え?意外と、なんだよ。
10個入り300円って超高額な卵使ってんのに全然回復力あれだね。しょうも、え、まだどっかいる。あ、いた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 。あ、今エスを。もうこれ以上投げさせません。花火の季節は終わったんです。残念でした。うにゅうにしないよね。あ、うにゅうにしてるわー。おやすみー。ダメです。もうだんだんね、秋の夜長、もう、あれですよ。日も落ちてくる時間もだんね、早くなってきたからね。あ、出た。でん、でんでん。ででんでんでん。ででん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 。で、ちょっと待って。こいつらを、ポン。こいつらって、1個。あ、やった。お釣りが4円返ってきた。で、パン。なんか今、すごい自分の声が響いた気がしたけど、気のせいかな。で、あれ？ちょっとサファイア拾えてない？消えた！え？あまりにも、拾うスピードが速すぎて、甘いな、それは残像だっていう状態になってたってこと。ここか。ここです。あ、ちょっと待って。鍵が開いたら自然にドンってなっちゃってくる。で、これ奥にいるやつを爆弾でピッ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 ってなって引っ掛けられないのかな？お食事中でしたか？ね、これこうやって。あー、無理、絶対無理。残念でした。また来てねー。プル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 。さあ、ちょっとね、やっぱこれ回復アイテムがないとマジで辛いな、これ。違う違う違う、間違えたよ。武器を間違えリリース。ということで、お前が立ち上がる瞬間を狙って、ちょっとグロい映像ですので、お見せすることができませんっていう状況ですね。はい、ありがとうございました。オッケー。よし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 。あ、ちょっと待って、開ける、あ、うん、そうそうそう、開け、なんだけど、こっち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 。で、オープンセサミー。オッケー、ガンパウダー。おりますー。でん、めっちゃ火がかっとったけど。オッケー、勝ち。さあ、お兄さん。待て。あ、普通に銃撃てるんや、これ。ということで、じゃあ、とりあえず、クラフトしとこう。ウィー、ピキン。もう一個いける？あ、もう一個いけるね。ショットガンとか手に入れても仕方ないもんね。あっちもこれ。あ、強化手榴弾とか閃光弾もいけるんだね。まあラスボス相手で使ってもいいかもしれないけどね。ということで、おはようございまーす。こんな暗闇でサングラスかけてるからね。俺ちょっと、あ、やめろよ。SM プレイが好きなんだよ。いろいろと話がありそうだな。俺は S だからな。レオン、S ケネディだけにね。タバコいや、ガムならアメリカンガム、アメリカンジョー。はい、まあそんなことも言いつつですね。はい、オッケーでーす。あいつだ、そう、あいつだ。うんこ、あいつ。おい、そこで止まれ。止まるんだ。あ、やべ。ああ、見てらんねえぜ。何が S 好きだよ。完全にド M じゃねえか。お注射の時間です。まあこれを打ち込んだらね、もう本当に。例のやつをするときに、もうとんでもなくね、もう行っちゃうぜ！行っちゃってる！はい。ということで、一発目なんですが、36分13秒ということで、命中率 100% が素晴らしいですね。はい。あれ？ 100？ そうなの？まあ一回はね、ナイフよりもやっぱチェーンソーの方が強かったっていうのをね、身に染みて、痛感させられたということでございますね。ケースカスタマイズはっていうのは、なんだろうな。めっちゃ邪魔なんやけど。え？あれ？あ、装備入れ替えの方か。こっちか。とりあえずこいつ預けてて、もう最悪でもボス、ラスボス戦の時はこれ全部ぶっぱするくらいの気持ちでね、挑まないといけないですね。これいらねえなぁ。まあいいか。あ、じゃあじゃあ何してんの。ほい。え？なんかよくわかんないけど、とりあえず、バンジー、オッケー。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら幸いです。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、また明日もお楽しみください。ではまた、バイバイ。